はーい、お疲れ様です。元三光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、久々にね、転売屋のお話なんですけど、転売屋稼ぎは月10万円以上、ガンプラ高騰、愛好家ため池っていうのはこんな記事がね、今話題になってて、えー、このね、月10万円以上っていうのがトレンド入りしたりとかしてるんですよね。えー、なんか転売屋が儲かってるよみたいな記事なんですけど、 ちょっと待てよ。稼ぎは月10万円以上っていうのがすごいことみたいらしくて、しかもね、ガンプラが完全に狙われてる状態らしいんですよね。で、月10万円ぐらいのために、え、こんな迷惑行為してんのかってネット上ではね、話題になってるんですよね。だって、ガンプラをその買い占めるためにね、朝一、っていうか、徹夜をしたりだとかしてまで買う人たちとかいるんですよ。そんだけして、月10万円しか稼げない。転売ヤがそんなことやってんのかよって、バイトしろよって言ってネタになってるわけですよね。まあ見ていきましょう。 元のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいなと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでこちらの記事なんですけどアニメ「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデルガンプラがインターネットで高額で売買されている新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす時間が長くなったファンたちの購入が増えて品薄になっている背景があるさらに高騰に拍車をかけているのが転売で稼ぐ転売やこれはねもう言わずも知れてるんですけど定価23倍で売られ られることは珍しくなく、メーカー側も対策に乗り出したって求めてもね。色々お話し,しました。で、お1人様3種類まで各1点ずつ値札に赤線がある。商品は1日1点、5月中旬、東京、秋葉原では大半の小売店がガンプラの購入制限を呼びかけるプラカードを掲げていたということですね。で、4月25日にオープンした福岡市博多区の大型商業施設ララポート、福岡には限定品などを販売する専門店があり、初日から。大勢 てのファンが詰めかけていたってこれもね、えー、ニューガンダムでね、まあ、限定品があるっていうことでものすごい高額転売されてたわけですよその人気ぶりは都市部に限らないと関東のある模型店では2020年からガンプラを求める客が増え開店前から並ぶ人も転売目的なのか買い占めようとする客もいるため一人1点しか売らないようにしている店主はガンプラ初登場から約40年ぶりのブーム トんやに注文してもビビたる量しか入ってこないとこぼすと全然ねもう何だろう販売店にも入ってこない状況なんだよでガンプラを製造販売しているバンダイスプリッツは新型コロナ感染拡大後需要が急増したと説明するということで品薄の状態は店売屋にとって高値で売れる後期実際にショッピングサイトでは3月発売の5500円の新商品に約1万6000円の高値がついていたとまだ中にはそういう状況でもあるんですよねバンダイが頑張ってはいるん んでででですすけどそういうい状況ではあるんですよで福岡市の20代の転売屋は高値がつく商品や購入しやすい店などの情報を仲間と LINE で共有しており、やっぱこういうねグループ LINE みたいなのがあるみたいなんですよね、情報共有しててでガンプラは常に情報をやり取りする人気商品ということでね、まあ、その転売の中でも転売屋の中でもガンプラっていうのは特に注目を、ね、されてるみたいなんですよね、入荷のタイミングが重要で店員から入手した情報を教え合っているということで、別 の関係者はガンプラの転売で月10万以上稼ぐ人もいると明かすということでね、その関係者、まあ、転売ヤーなのかなの関係者は、ガンプラの転売で月10万以上稼ぐやつもいるぞって、なんか超えたからかに言ってるような感じするんですけど、えちょっと待って、月10万円以上、まあ、もしかしたら以上なんで、もしかしたら100万円かもしれないけど、月10万も稼いでたぜーみたいなことをね、自慢げに話してるってことでしょ全然稼げてないじゃんって、元ともとは思うんですけどね。 だって、そのガンプラを買うために、ね、朝一並んだりとか普通の例えば、ね、副業みたいな感じ、まあ、副業って言っちゃいけないと思うんだけどあの片,片手まで、ね、やるようなことではないと思うんですよね朝一並びに行ったりとか平日とかでも並ばないといけないとかあるんですよそんなの普通に例えば社会,社会人として会社員とかやってる人ができるようなことじゃないんですよ だからもうほぼニート生活みたいな、テンバイヤーっていう職業だと思ってる人たちは、わざわざ朝並らでまでやってわ、10万円しか稼げないんだよ。う,うまくいってる方でね。だから、稼げない人がほとんどなんだと思うんですけど、稼げて10万円の、えー、そんなちょっと人に迷惑かけるようなこと、なんで求めちゃやるんだって思うんですけどね。一方、愛好家は不満をつならせる。 えー、ガンプラを趣味という同士の飲食店主は店頭では欲しい商品がなかなか手に入らないかといってネットは定価の2倍から3倍の高値で手が出せないとため息をつくというのは未だに、ね、ここ解決できてないんですよ。 いま、うん、だに高い状態で売られてて、で、稼いでるって言ってる人たちも、大して稼いでないって、なんなの、この界隈って、元光はね、ふざけんなーって思うんですけどね。うん、ということで、ネットの意見とか、ちょっと見ていこうと思うんですけど、えー、こちらとか、転売屋の稼ぎは月10万円以上っていう文言がトレンド入りしていますが、これ、たった10万兆円のために、あんなことを繰り返しているのかと、うっすら寒い気持ちにもなります。これはつまり、我が国が本当に貧しくなったとの証なのかもしれないですねと。むしろは 憐れんでるようなこういったコメントもあったりするんですよね。まあこちらもリツイートといいさせていただきますね。あもともとねツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんでよろしくお願いします。とかあと他には、えー、こちらのガンプラ転売で月10万以上稼いだ人もいる。専属のトップクラスでその金額なら普通に働いた方が儲かっ って,明の分かれ道ってこれ本当に儲かってるかどうか、まあ、目先でない1万2万とかが手に入って「うわっよっしゃー」ーとかって思うのかもしれないですけど時間効率とか考えたらどう考えても儲かっ って,って、これ気づけるかどうかがね、まあ、運命の分かれ道だぞーっていう風にね、忠告してくれてたりするんですよね。まあ、こちらもリツイートといいで、ね、させていただきますね。とか、えー、こちらとか、ガンプラ転売で10万以上儲けてるやつがいるとかいう話と、ウーバーイーツで働く個人事業主の満足度が高いという話、多分かなり近い現象な気がするんだよな。バイトなんかで上役がついてるところで働きたくないし、通勤で時間に縛られたくないという、お金より自由が大事ってことじゃないかねっていうことなんですけど、 いやいや、ガンプラテーやってかなり労力を使うと思うんですけどね、ウーバー a t s も労力はもちろん使うんですけど、いや、これね、もうちょっと世の中変わってきちゃってるよね、まあ、こちらもリツイートといいでさせていただきますね。とか、えー、あと、こちらね、数倍になってる5500円の新商品って、MG ドムとかリックドムのことというか、月10万なら他の仕事とかした方がいいと思うよ。アホほどこういうニュース見て、今から始めるので、Yahoo トップに出すのやめてほしいって、こういう記事を見る。なんか10万以上買って。 稼げるるるよって言うかから始める人が増えるじゃないかこのニュースの記事やめろよとかっていう風な意見とかもあるんですよね。うん、なんかぱっと見10万以上稼げるって思ったらいい仕事なのかもしれないですけどあのただものすごい時間かけたりとかしてやっと月10万以上稼げるようなしょっぱいことなんですよ。 おなんでこのことでね、あの記事にすんだっていうような意見とかもありますね。もっと悪いように書けようって、リツイートでいいね、こちらもさせていただきますね。まあ、ということで、まあ、多くの人にね、めちゃめちゃ迷惑かけて問題視されてる店売屋なんですけど、実際のね、稼ぎって月10万以上でめっちゃ多い方だよっていうふうな話になってます。もう本当普通にバイトすればいいのになって、元光は思うんですけどね。ということでね、今回の動画は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話し していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました